こんにちは。社会派なお話を。えー、体罰のお話なんですが、俺はね、体罰はね、あった方がいいと思うんですよ。って思ってた。というのもね、まあ、同窓会行ってきた話でもちょっと話したんですけど、母校に行った時に、その先生が、今の子供たちはもう元気がないと。で、エネルギーもない。 でそれを聞いて、ああ、なるほどな、そうだろうなって思ったんですがで、今の子供たちにね、体罰やっても意味ねえんだろうなって思ったの。多分泣いて帰って終わりでしょ。だこれはもう世代論なのか、何なのか。そもそもね、忘れちゃいけないのは、体罰を受けるようなやつって、体罰を受けるようなやつなんですよ。 わかります親が子供にする体罰も禁止ってなりましたけど、だから体罰か虐待かの違いでしょ。俺も平気で親にぶん殴られたしね、父親からも母親からもぶん殴られまくってますんで、だって5歳の七五三の写真なんか俺も半べそでほっぺに母ちゃんの手跡ついてるからね。そこで家族で写真撮ってんだもん。どうかしてるよ。そりゃこうなるよ。 いや <laughs> いやいや。だから今の子供たちが、どういう悪さをして、まあ、どういう罰を与えられてるのかわかんないけども、それはもう自分の経験談を語るしかないけど、俺の場合は、まあ、悪いことをしたり、親の言うことを聞かなかったら、しばかれる。だったり、家から恩出される。そんなのはもう普通だよね。まあ、それぐらいのことしてるしね。 例えば、その、昔ですよ。母親の料理がまジいから、つって。ちょっとコンビニで弁当買ってくるから、金よこせ、つったり。<laughs> 最悪だよ。<laughs> そりゃ、しばかれるよ。縛ばいたれ、ね、そんなやつ。っていうことだと思ってたんですけどね。今の子は、だからどうなのかわかんないね。で、僕らがね、 そういう中学生高校生の頃っていうのは、もう中学生高校生が平気でタバコ吸って、人をぶん殴って、まあ、刺したり殺しちゃったりするような漫画がさ、毎週何百万部って売れてたんだよ。ねえ今だってあれでしょ、ひょんなことから異世界に転生しちゃうんでしょなんだよ、ひょんって。だ、ま、ほんであとはさ、大晦日にビンタ食らうのに108人並んだりさ、 俺らも挨拶でビンタしたり、ケツケたり、ドロップキックしたりしてたから、何なんでしょうね。俺だって22歳まで暴行障害罪っていうのは知らなかったからね。捕まっとるやないか。<laughs> いやいやいや。僕じゃないです。あの、当時働いてたとこの主任が、飲みの席で、ま、話が進むにつれて、俺ちょっと前2個あるから、みたいな。え、何やったんですかああ、暴行と障害。 あ、そんな罪あるんだってそこで知った。だから、そんぐらい、なんつうの、暴力というか、パンチキックっていうのは当たり前のものだったので、ね。だから、世代論なのかな。俺らより上の人たちは、もう梶原一期世代でしょう。スポコン、千ヘドを吐き強くなる。それより上の世代になったらもう戦後の日本復興の意欲に燃えた人たち。 でしょうからいやだんだん弱くなってんだろうねそう思うよだってもうツイッターなんか出てきてさ10年ぐらいでもツイッターに文句垂たれとけばいいだけでしょこれが正しいっつってこれは間違ってるで匿名で文句だけ書いてりゃさそりゃ弱くもなるよ ほんで、この10年で、ね、そんなことやってて、世の中良くなったかって言ったら全くなってないじゃん。もう心が貧しくなってくだけだよねっていう綺麗な終わり方で、今回どうでしょう。体罰の話はいろいろあんだけどね。俺らの時のその体育の先生で、まあ、ちっちゃいけど腕が太い。で、日焼けしている。で、ゴールドジムのタンクトップ着てるおっさん体育教師なんかがさ、もう白髪でパンチパーマーみたいな。 唯一な内は持ってないっていう体育教師がいたわけですけど、何人もね。で、まあそういう先生はね、本当パンチですよ。なんかあったら。あのね、笑顔パンチっていうのがあったからね。笑顔で近づいてきて、お前何やってんだバーンっていう。で、殴られて、痛えな、この野郎っていうこともあるし、もう笑顔パンチが嫌だから、ちゃんとしようって改める人もいるし、 ねえ。何がいいんでしょうね。うん、俺、うん、まあ、やめとこう、これ以上は。はい、という体罰のお話でした。お疲れ様でした。重ねて言いますが、僕は犯罪歴はありません。ははは。じゃあね。